んが私の名前をオガドっぽいって入力したんですよ、確か、はいはいはい、ハイスコアは180ぐらいですか。やばやば、はい、で今日の YouTube 企画はですね、私がモーニング娘。時代に、まあ、の思い出の場所というか、うん、それなりに聖地巡礼聖地巡礼企画ということで、今回は笹塚にあります笹塚ボールさんというボーリング場に来ております。というのもですね、ここはなんかモーニング娘。グループとしてというよりかは、私が、あ、なんて言ったらいいんだろうな、ファンクラブ限定の DVD の PV っていうんですか、プロモーションビデオ、多分それはなんかファンの人たちが、あ、過去の名曲を、はいはいはい、その当時のメンバーがなんか抜粋されて、はい、こうそれぞれが歌ってその PV を作るみたいな、うん、あの特集とかあったんですよ、そういうのが、うん、でその時に、私と同期の高橋愛ちゃんで、アイシャローンデっていうモーニング娘。の、まあ、私たちが入る前の曲だったんですけど、うん、それを歌って、それの PV 撮影として笹塚ボールさんに来て、ただまあボーリングをやったっていうだけなんですけど。なるほど。そう、結構思い出があって、っていうのも私PV 撮影当日に朝からめちゃくちゃ熱があって、うん、はあ、そうで、辛い中めっちゃ元気を出してやってた記憶がすごいあって、だから今でも PV 見るとすごい、なんか熱のせいもあって、なんかね、顔がパンパンなんですよ、調子悪そうな、ね、めっちゃむくんでんの、そう、すっごいむくんでんの、そんな記憶がね。それ船井さん知ってました？僕はそのファンクラブ限定 DVD を買って、うん、岡山県で見て、モーニングコーヒーを石川理香さんが歌ってたので、それを見たついでに、アイシャローンデっていう曲好きだったんで見ました。ついでは余計なの、まあそれがメインだからね。でも知ってたのね。だからもうすごい好きな曲だった。あ、そう、何歳ってですか？それは多分ね、16とかそこら辺だと思うんですよね、15、16。うん、じゃあもう20年近く前、ね、全然余裕で。でなんかその当時も私バカだったんですけど、その次の日に PV 撮影があるって分かってるのに、はいはいはい、その前日に確かね、今野あさみちゃんと一緒にランニングに夜出かけたんですよ。夜なんで夜ランニング行こうよみたいな感じでランニングに行って。当時からそんななんすか？そうなんですよ。結構もう暖かい時期だったから、暖かい時期になりかけてだから汗かいてたんですよ、はいはい、でその日はコンコンがうちに泊まるっていうので、でコンコン一応ねお客さんだから先をシャワー浴びてって言って、でその間結構汗かいてたから冷えたんでしょうね。冷えちゃったんでしょうね。それで次の日朝起きたら熱でさ、ドジだな。なんで私は PV 前日にランニングに行ったんだろうっていう後悔をしてたと思います、その当時。でその当時 PV で使ってた名前がオガドっこいとてってけてだったんですけど、はいはいはい、今回もその名前で、うん、過去の私を超えていこうと。なるほどね。そこにちゃんと入力してやるってことですか？はい、はい、なんで今回もオガドっこいで、オガワッショイじゃないですか普段。オガワッショイだったんですけど、そのオガドっこいっていうのもでも、ね、この記憶は私が定かではないんですけど、でも多分そうだったと思うんですけど、その PV を撮るよりも前に確かツンクさんと、それもお仕事と関係なく、つんくさんとあと誰かと数人で少人数で笹塚ボールに来た記憶があるんですよ。サポートにするんだね。そう、プライベート、プライベートで、そう、お仕事とかなんかの PV とかそういうお仕事ではなくて、つんくさんがまだ入ったばっかりでっていうところで、なんかいろんなことをこうなんか慣れさせてくれるとか、そういう面も仲良くなるきっかけを作ってくることの一環としてだと思うんですけど、でその時につんくさんが私の名前をオガドっこいって入力したんですよ、確か、はいはいはい、正しければ多分それがあっての、うん、PV だった記憶があります、ね、そういうことね、はい、めちゃくちゃ青春の場所じゃないですか。めちゃ青春なんですよ。そうだから、でもそれぶり。じゃあ僕は今日は徹底的で、そうみたいですね。踏襲するの？徹底的な。踏襲するの？愛ちゃんの代わりにやるみたいやよやよ。じゃあやりましょうか。はい、ね、頑張りましょう。当時を超えていきます。でこのプレイヤーの今日その通り、そう、徹底的アイシャローンデのアイちゃんがテテケテっていうあだ名でやってたから、エナギさんがテテケテとしてやります。なるほどね。私は当時のオガドッコイ。テテケテやよ。はい、じゃあ僕は何の名前で入ってるんですか？斎藤です。いや、なんで俺だけ斎藤なの？なんかあるじゃん、もう作れるとか、やっぱここはアイシャローンデの、アイシャローンデで、はい、再現したい。怪我しちゃいけないですね。そうそう、ここは、ここに斎藤ってやったらもうアイシャローンデじゃなくなっちゃうから、テテケテとオガドッコイの PV だったんで、そう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 、できるか分かん
からないですよ。僕もできない。みんなだから超久しぶりですよね、うん、もう投げ方すらもう分かんない。ストライクが平均どれくらい。まあだから普通でも80とか。じゃあ100いったら女性すごいね。女性100いったらすごい。100はいかない。100目指します。でもやるかように小川さんなんかほらいつも通り。じゃあこれ斉藤さんが言うときは斉藤さんうまいことなんですよ。そんなことない。うまいとき言わない。自分からちょっと言うんですよ。ないないない。僕もだってもう10年ぶりぐらい。ハイスコアは、ハイスコアは180ぐらいじゃないですか。やばやば弱、はい、あでももう昔ですもんね。もう10年以上やってないんで。そうっすよね。柳さんは僕何運動神経切れてるから、うん、ただ今だいぶ理論が分かってるからこうやればできるんでしょみたいなのはなんかあるからね。じゃあどうします、何かけます。じゃあ勝った人が負けた人のに何かさせましょう。とりあえずだから負けちゃいけないってことですか。負けたら何か罰ゲームがあるって感じかな。じゃあやりますよ。はい、やりましょう、やりましょう。戦いますよ、はい、これ小川さんと高橋さんがこれ、あ、こうやってこうやってこうやってこの中にこの中からカメラがここにあってこうやってたんだよ。こうやって撮ってたよ、こうやって。なるほど。じゃあ僕でいけていいですか。こうやってねー、なんやねんこれ。なんやねんこれ。じゃあまずはてってけていから、てってけていから投げます。はい、いきます。こうして、こうして、こうして、クリック。オッケー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 。分かったけど難しくねこれ。分かった。大人になってからできなくね。いいんじゃない。オッケー、いいんじゃない。分かった分かった分かった。いきますね。初等は難しいよ。初等ね。感覚を研ぎ澄ます。おーうまい。たまたまだ。ちょっと投げ方がやっぱこなれてる。いやそんなことないよ。10年ぶりでしょ。いきます。若い時はこうやってグイグイ言わせて。あっ、あっ、おい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 、スペア。やだ、若い時やるのやだ。仕事でよ。こうやって、これも仕事でしょ。俺これも頑張れよ。あれこうやって持つんでしたっけ。はい、7回目の釣り。そうそう、いくよ。はい、はい、けるのかな。小川っぽい、頑張って。小川っぽい、いくよ。あ、危ない、爪が、遅いよ。気をつけて。爪が、ペロンって。爪が危ないからね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、これいいんじゃない。ストライキ。あ、失敗。
倒れたよ。真ん中に行けばね。楽しそう。じゃあ行きますよ。とりあえず僕らは小川さん任せないと。そうそうそう、絶対に。せっかくさ、こういうところに来てるのにさ、負けたくないっすよ。うっそー、あー、開いた、逆も開いた。すごいな。いや、難しい。大事に言うわけよ。斉藤さんが外しました。あー、来た。球体だ。斉藤さんが外しました。ありがとう。宇宙村の願い方やめなさい。何それ。タコ系で言うなよ、それ。宇宙のパワーで外されたよ。今はガストライキを起こします。ありがとう。あ、いいんじゃない。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと休憩に入ったということで、疲れましたね。今日も朝からロケやってるんですけど、はい、朝のタイミングではね、ロケあのベーグル行ってきたんですよ。あ、別の回で多分流れてると思うんですけど、それのお土産をちゃんと竹崎さんにも買ってきまして、ここのベーグル本当に美味しい。何これ。これはね、ハーブのチーズ。ハーブチーズ。ハーブチーズ。ハーブチーズ。おいしい。前半戦的にはお母さん最下位なんで、ね、やばいよ。OK。 ちょっと薄かった。あー、寄ったけど、うわーい、惜しい。ちょっと寄ったな。斉藤さんと三谷さんがいい感じ。いい勝負っすね。斉藤さんがちょっと喋んないで投げるとき、すごい投げるとき喋るじゃん。ありがとう、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 斉藤さん。なんかあれギャグじゃないからね、別に。村長真面目に言ってるやつだ。斉藤さん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。力抜けんのよ。ありがとう、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 ありがとう。集中して。いや、集中できねえのよ。人のせいにしない。集中。この一発で2人を越しました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。おっ、パンドだった。こういうこともあるよね。いいんじゃない、いいんじゃない。
ちょっと待って、やばいな。斉藤さんは絶対勝ってもらわないと困るんですよ。いやいや、やめてよ、そういう言い方。そりゃそうだよ。俺が一番分かってんだよ、それ。こういうプレッシャーを。斉藤さん、ありがとう。うるさいな。ちょっと。斉藤さん、ありがとう。ゴルフ場だったら、もうすげえ怒られてるやつですよ、それ。ありがとう。頑張って大丈夫、行くわよ。あ、負けた。なんでなの、怒り方が。なんであなた曲がるのね。投げたやな、まっすぐ行って。ボールのせいじゃないよ。ピーター、いいんじゃない、いいよいいよいいよ。結構本当に接戦だから。うわい。まあ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 、安全安全。ちょっと。まあまあまあ。小川の声にプレッシャーかけますよ。プレッシャー。やばいなやばいな。マジでマジで。79回。あ、やばい。やばい。やばいよ。私いけるんじゃん。やばい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 。私いけるんじゃない。どうするのこれ。投げるわよ。そしたら。終わった。やばいやばいやばい。わあ。強い。やばい。でわかんないよ。ロボット。79は超えるか。そうですね、うん、過去の小川は過去の小川を超えれば。ラスト1球ですよ、みんな。いや、ちょっと第10フレームは3回投げる。あ、そうなんですか。ストライクの場合だけ3回投げる。ストライクの場合だけね、はい、いきます。 OK、はい、ちょっと一瞬うまいんだよ、なんでもこれで100超えたから、これスペア取れば最後もう1投投げれる。 OK、はい、よし、これで。いや、ちょっと待って、俺これ小川さんに負けた。ほんとまずいよね。これ一投ずつ投げますか。あ、じゃあ最初。あ、それでもいいですね。しましょう。レーンが違うから。ここマジ勝負だね。だって今4点差、6点差かね。いきますよ、僕先。これ最初。勝ち目ないんですね、もうね。やばいな、本当に。いきます。急展開。あ、ドンマイ、ドンマイ、斉藤さん。斉藤さん、おしまい。斉藤さん、おしまい。女子大生のスコアじゃん。87。いくよ。小川さん、楽です。でもゼロだったら、ダメでもゼロだったら、ちょっと待って、あれ、わかんなくない、これ。なんで100。イエーイ、過去の小川さんたち。過去100撮ってるんですよね、斉藤さん。最高でマックス178。おやおや、どうですか。どうします。まあね、ちょっとこういうのがね、やっぱね、まあ、持ってる人と持ってない人。結果発表。あれ最下位は、最下位はあんだけ自信満々だったねえ。ハイスコアは、ハイスコアは180ぐらいじゃないですか。180ぐらい。
ちょっといいですか、1個だけ、はい、あのまあ負けたことは純粋に悔しいです、はい、それはね、しょうがない、はい、勝負事だから、うん、そうですね、勝ち負けありますから、はいはい、そんなことよりも、うん、芸人として、うん、でこの動画でアシスタントっていうポジションなんです、はい、一応ね、はいはい、あの裏方の土橋くんが、うん、おいふざけんなよって言うかもしれない。ほんとごめんって土橋くん、ほんとはこれ大会になった人に罰ゲームとして、うん、視聴者プレゼントを申請してもらおうと思ったんですよ、はいはい、斉藤さんも誰も言わないじゃん。そうだけど怒ってる怒ってるよ、いや珍しい、いやでもすっごい分かってます、はい、いやただちょっと僕思ったんですよ、はい、ちょっとなんかこれもぶっこみなんですけど、はい、ツイッターとかで、はい、もうちょっと抽選にして斉藤さん一日どっか派遣しません、何それ、レンタルサイト、うん、レンタルサイト何してくれるんですか、でその司会とかでもいいし、はい、なんか掃除とかでもいいし、掃除でなんかそれがじゃあ何でもいいさ、地下アイドルとかに行ってもいいし、うんうん、何でもサイト、あ、まあ、それと何でもできるじゃないですか、ツイッターで何でもサイト、まあ、需要はあれば別に何するか分からんですよ、もちろん、うん、そうですね、何かレンタル何もしない人みたいな感じ、あ、もう横にいるだけかもしれないし、そうそうそう、なるほどね、まあそれはもうあのヘナギさんのね意見でもありますし、はい、で土橋くんの意見もまあいろいろあると思って、はい、まあまああのじゃあ要検討で、はい、そうね、はい、でみんなに言いながらあるかもしれないね、とりあえず今日は私は敗者ということで、はい、はい、持ってるね斉藤さん、いつも持ってる、持ってねえんだよ、持ってねえからこうなんだ。ひまわりベーグルパンパンパン、オタクなヘナギだポワポワポワ、三人井戸端スマイルモーニング、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。